今1軒目ホルモンモンさん行ってきたんですけど、2軒目どうしようかなと思って徘徊しております。対象は飲み屋さんが多いから迷います。2軒目は大正駅の改札を出てそのまままっすぐ向かいにあります。こちらの大川さんに行きます。大川大川本気になったら大川、いやもうこののれんの雰囲気が私を吸い寄せたって感じですね。もう行っちゃいますね。うわー、今日はのれんどこの間通ろうかな。大川と山田錦の間、失礼いたします。すいません、はい、チューハイレモンで。チューハイレモン、はい、お願いします。何も入ってきてわがことない。あ、いや、そうですね、すいません。今楽しいから笑ってたね。だからこの店そんなに笑う店じゃない。楽しいから笑ってはんねん。楽しいから笑ってはんねん。おじんぐせで余計なこと喋ってます。あ、いや、ね、すごい、あのウェルカムで受け入れてくださったんで、ありがたいです。いつも怒られてるの、ここで。じゃあ常連さんにおすすめを聞いてもいいですか。え、これは頼んどいた方がいいよみたいなのを教えていただいて。あ、絶対唐揚げ。あ、唐揚げですか。普通の唐揚げ。5割ぐらいの人が注文するやつ。あ、このメニューで半分の量でもいけるね。半分にしとくはず。あ、そんないいんですか。お腹いっぱいになったら他頼まれる。他も食べたいです。もう半分にしてやるんだ、ハーフの。はい、あ、裏メニュー言っちゃっていいですか。全然もう売上げの裏じゃないから、はい、裏のような表のようなオセロ的な。ここのお客さんで読む。メニューはこのように壁にぎっしりと貼られております。メニューが多い。映っても大丈夫ですか。映らない方がいいですか。どうやろう。どうやろう。これ閉めてはやからあかんか。いやいやいや。ってことは大丈夫ですね。ね、食べた、うち食べて。あ、映したるとはそんななんかそんな上から言ってないです。よろしいですか。どっから音鳴った。これ組織で流そうや。仕事にしてんの。でも OK、 もう早い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 。湯豆腐はスピードメニューですね。わ、大体早いよ。濃ゆそうなだしで美味しそう。もう早いよ。ありがとうございます。中華レモンをいただきました。330円です。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい、あ、レモンが効いてる。わあ、3割で頑張っていってんの。病院から表から出てきたな。うん、だしが甘くてめっちゃ美味しいです。うん、優しい、あったまる。これはまず一品目に絶対注文したいですね。当てもんやね。メニュー見てると400円、500円のものはあるんですけど、ほぼ100円台、200円台のものが多いですね。この唐揚げは力入れてるんだ。野口さん、適当。あ、そうか、やっぱり手抜いてるの、やっぱり。手は抜いてないよ。でも適当や。適当ね。これハーフですか。こちらで180円です。いこう、噂の若鶏唐揚げいただきます。いらっしゃい。いらっしゃい。赤いいね。赤い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 。ちょっと猫みたいだろうね、これだろう。衣に何か入ってます？衣に？はい。
いろいろ入ってる。衣に秘密が入ってます。何入ってる？え、本当ですか？味付けはしてますよ、下味は。はい。下味のこだわりが。衣はあれ、片栗粉だけ。え、本当ですか？大将内臓が入ってる。あ、だからか。うん。ケーキってやば。お、やらしい。はい。なぜ500円も買ってんから。生まれて生まれる仕事を取ったんですよ。取ったん。あの三年間と三年生。大事ぎだ。大事ぎだ。大事ぎだ。すごい常連さんが全員お友達。なんて言われてる。ありがとう。レイランランで調べていただいたんですけど、なんで？レイランラン。レイランラン。レイランラン。はい。レイランラン。はい。おチャンネル登録するわ。あ、よろしくお願いします。お一人様営業成功いたしました。おでんをいいですか？はい。わー、今どれにしよう。これはね、冬欠かせないですね。大根分厚。じゃあ大根と。はい。大根と。と。わ、分厚い。いや、卵かな。卵。はい。よいしょ。ありがとうございます。はい。買ったら、買ったら、ドット。ドット。ドット。はい、大根卵。はい、ありがとうございます。おでんの大根卵、各100円でーす。今日は定番のものをいっぱい注文しました。いっちゃおう、ぎれ。いっちゃおう。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ。大根の厚み、私にぴったりやな。これだけ分厚い大根にだしを染み込ませるのめっちゃ大変やと思いますよ。でも実はめちゃくちゃ一生懸命やってるから毎日毎日さ、これもしグーでバーと3点5かってなくなって、これよかったらこのついてもなってくる。これを旬でると言います。ワン、ツー、スリー、大成功。ついにね、使えるようになった。どうもありがとうございます。本当に和気あいあいとされてて、皆さんいるかばかりですのでね、すごい。はい、どうぞ。今日でお友達5人ぐらい増えたから。はい、どうぞ。え、持っていくわ。どっちもあれやな。奥でも今女優なんだよ。あー、お酒と料理と常連さんの話でお腹がいっぱい。ごちそうさまです。結果は店内のどこかに2枚貼っていただけることになりましたので、皆さん探してくださいね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。本日は大正田駅を出てすぐ向かいの場所にあるお母さんに行ってきました。今日は飲み屋さんのザ定番というものをいただいたんですけれども、どれも美味しくて、そして何よりも店員さんも常連さんもめっちゃお優しい方ばっかりだったので、一元さんも入りやすいお店となっておりますので、ぜひ皆様も行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。大川さん行ってみたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。